はい、それではチビロボの続きをやっていきましょう。また日が来ましたが、お買い物をしようというところからですかね。お金も結構溜まっているし、ジャンクもいっぱい溜まりましたね。まずはリビングブリッジから行こうかな。離れた場所にかける橋、三段棚のそばに設置。これかけてどこ行けるようになるんだろうな。非常に気になる。スタンバイオッケー。またなこれ開いてんぼ。よっこいしょ。よく考えたらこれ先に注文してから材料を渡す感じなんだな。レチッカーズくんが出てきましたよ。レチッカーズくんってそういえばみんなこの見た目なんだな。よっこいしょ。リビングのいいところに設置しておきますね。いってらっしゃいな。さてと、これでジャンクがまた新しいの増えてたりしないかな。おお、増えてる。パパママブリッジ。パパとママの間に何か橋を架けそうですね。離れた場所に架ける橋。梁の上に設置。梁の上か。え、梁の上ってことは梁の上まで行かないといけないんだよな。何か、今のところまだ行けてない方法で行かないとダメっぽいな。パパママブリッジ。まだ難しそう。地下倉庫ワープもいいな。階段の上と下に設置。だから地下倉庫に入って、階段をぴょんぴょんって降りるんじゃなくて、すぐに地下倉庫の下のまでワープできるっていうことかな。逆に登るのも楽になるってことか。これもいいね。どっちがいいかな。でも地下倉庫は、まだ行かないような気がするけど、とりあえずどっちかは買っておきたいな。いや、ブリッジは、この時点で、なんだったっけな。アッパーがないから、パパママの部屋は、今ある状態で、もう上に登って、で、ブリッジを活用できるっていうことになってると思うので、これで問題ないはず。ガッシャーン。もぐもぐもぐ。ガッホーム。レジッカズくんが出てきましたよ。またジャンク集めないとね。パパママの部屋のいいところに設置しておきますね。パパママの部屋のいいところとは。よし。あとは、マネーでのお買い物ちょっとやっとこうか。この辺の種の羽、花の種とか、どうだろうな。これもちょっと気にはなるけど。あとはね、やっぱこれかな。あ、レーダーも気になる。目に見えない何かを見つけることができる。レーダー。まあ、レーダーも気になるけど。このライダー系のどっちかは欲しいな。どっちかしか買えないね、今は。Nアタックファイター。重戦闘機のラジコン。いつか飛行訓練に出られるかも?よく見ると見た目は、あれだね。エントランスに置いてあったのとは違うやつなんだな。まあ、高いし、高いものを先に買っておくのがいいかな。これ買っておこう。残り1931。まあ、この余り方だったらチビレーダーも買っておこうか。マネがなくなっていく。これでは、デカ充電器にお金を入れるのはいつになることやるという感じですが。まあ、良いでしょう。チビレーダー。これあれかな?装備する系かな?おお。めかめかしくていいじゃない。かっこいいよ。お、さらに、エナアタックファイター。こうやって見るとちょっと小さめだね。お。飛行機乗りとしての、魂が芽生えたか。なんかそんな感じの演出でしたね。さあ、とりあえずたくさんお買い物をしました。新しいことを探していきましょう。今夜時間か。一応昼時間の間に、パパが、お仕事をお手伝いしなくっちゃって言って庭にお水をやっていたのはあったんだよね。夜時間の間は?タオだけか。じゃあこの時間も、パパは何か仕事してるかもしれない?キッチンに行ってみよう。明日の朝ごはんをパパが自分で用意するんだもん、みたいなことやってるかもしんない。どうかな?ん?いない。あれ?パパどこ行った?まだ庭にいるのかな?
もう夜だぞ。わー、来ちゃった。でもまあちょうどジャンク欲しかったし、都合はいいね。オッケー、全滅。でも90か。ちょっと溜まりが悪くなってきたかな。ここからは見えないか。キッチンも特に新しいのはないかな。ん？ちょっと待って。なんかいるー。おま。この見た目は海賊系かな？なんかホーク船長と同じような格好してるもんね。ということは、あれでしょう。ホーク船長の探していた海賊のメンバーというのは、彼のことかな？隊員が脱走したっていう話だったんですが、そのうちの一部が海賊に寝返ったということみたいですね。ただまあ、見た感じね、4人ぐらいいたと思うんですよ、海賊は。なんで、彼だけではないと思いますが。どうなるかな？こっから行けばいいかな？行くよー。あぶねー、結構ギリギリだったけど。届いた。銃持ってるよ、見たら。だいぶヒッピーな格好してんな。あら、ミシピー。海賊を目指しているんだぜ。憧れのホック船長が乗組員を探してるって？教えてくれてサンキューだぜ。ミシミシピーさんから26ハッピーゲット。なるほどね。あと4人、あと3人ぐらいは海賊候補がいると思うんだけど。どこにいるやらって感じだな。ハッピーをゲットして。でもどうかな？いろんな部屋に一人ずついるっていう感じもありえそうだから、いろんなところを回ってみるのがいいかもしんないね。せっかくだから三段棚にあるというリビングのやつを見るのもありかな？という気もしたんだけど。まあ目についたものからやっていこうか。移動に時間がかかるからね。あっちを先にやってから後で戻ってきてってやると。充電も思わぬ消費量になってしまうだろうし、これやってなかったんだねというのに今気づいたのでやっとこう。回収。この謎空間がこんなにも大事なところだとは思わなかったよ。ワープするのもいいけど、そうだな、先に2回行くかな。よいしょ。飛行機を手に入れたことによって、ん？おお。あの、ジェットファイターの近くに飛んでいくと何かあるかもというのは思ったけれど、あの辺だね。まあ、それはさておきだ。パパさん、ここで寝てんの？なんでソファで寝てないんだろうな。しかし、この辺にゴミが増えたような気がして、なんとも言えない感じ。ん？ほら、ゴミじゃないのか。リッチョマンの本か。なるほどね。この辺で過ごすから暇つぶしが欲しいわけだな。パパさん、お話ししましょう。ぐおぐお。熟睡やな。普通に疲れているのかもしれない。特に何もないかな。お、ところでこれレーダーを手に入れたことによって、チビメカ系だったっけ？これが全部揃ったね。おう。ん？なんかある。え？でもちょっと待って、めっちゃ使うよ。電池の消費量がやべえ。あんまり悠長に使っていいやつではないようだな。ちゃんと近くにコンセントがないと危ないかもしれない。でもなんか下の方にあったな。あれが飛行機の反応かもしんない？ちょっと見てみたいね。いいよこしょ。あー、はい、いいよこいしょ。ちょっと目についたんでこっからやったけど、思いのほか、電池の消費がやばいので、一旦下降りて、コンセント入れて、で行こうか。お、ちょっと待って、パイロットいるじゃん。
ということはあるかもしれないね。 N ファイターがなんか道具みたいにその場でパッと出せる系ではないみたいだから、彼らに話しかける必要がありそうだね。それではアッパーキーを使って登ってみましょう。アッパーくん、めっちゃ顔があるね。オッケー、これで登って、さてどんな風になるかな。なんかミニゲームみたいなのがあったりする？パイロットかっこいいな。結構様になってんじゃない？名前は何だい？憧れのパイロットになれたぜ。おお、口調もなんか爽やか。左の子は？お、あんた Nアタックファイター持ってるじゃないか。一緒に飛ぶか？一緒に飛べるの？やってみようぜ。Nアタックファイターの色違いなのかな？すげえ飛び方してんな。空中に浮いてる標的を破壊しながら制限時間内にゴールするんだ。行くぞチブロボ、俺たちのパイロットの腕を見せてやるんだ。テンション高い。このアタックファイターは撃つたびにスピードダウンして、撃たないでいるとスピードアップしていくんだ。だから無駄玉を撃たないようにしつつ、できるだけたくさんの標的を叩き、くれぐれもタイムオーバーには気をつけろよ。グッドラック、ヤッホー。うわ、なんだこれ、すげえことになってる。おお、自動操縦なんだな。おお、すげえ、スターフォックス的な感じだね。ちゃんと壊れてるかな。チビラボー、チビラボー。しかし弾がちゃんと壊れてるか不安だな。ほったらかしにすることによってスピードアップも狙っていかないといけない。おお、ここ入るね、いいね。すげえカメラワーク。くー、大丈夫かな。追い抜かれないようにするのと得点を稼ぐのどっちが大事かな。まずいか？ちょっとここはスルーしてみようか。これゴールいける？いったのかな？ランク D。タイム1。あ、でも、ということはギリギリ間に合ったのか。やったな、レコードだ。大きい物足りないけど、一緒に飛んでくれてサンキュー。1位、アイママさんから。あー、ということはこれめっちゃいい評価で飛べると、なんかハッピーがめっちゃもらえたり、何かお話が進んだりするかな。今回これやるか。なんというか操縦に力を入れないといけない系かなと思ってたんだけど、弾を撃つのが重要っぽいね。撃つか撃たないか。グッドラック。ヤッホー。トンピーのハイテンションもさることながら、これよく見たらさ、チビロボのヒップラグがすごい飛んでるよね。めっちゃ邪魔そうだけど、できるだけ赤いやつだけを狙うぐらいでいいかな。あんまりスピードは、というかスピードを重視する感じで。早いぞー、すごいな、こんなに速いんだな。全然違うじゃん。何個目の標的をスルーするかとか、そういうのを考えるのが大変そうだね。タイムと得点両方を両立しないといけないんだよな。あー、これでも全然か。
レコード650。タイムかける10倍が得点か。だからスコアの方が大事なのかな。思いっきり物足りないけど。一緒に飛んでくれてサンキュー。D ランクではダメということか。これ難しいな。どれぐらい減速するかとかを常に考えないといけないね。しかし急にこんなスターフォックスみたいなゲーム始まるとは思わなかったよ。12。そこだ、これ打ち抜いて、できる限り打ち抜きつつ、ギリギリのタイムでゴールできれば OK みたいな感じかな。ゴールを目指す。でも基本は球を打つ方がいいのかな。なかなかハードだぜ。え？おいおい、ちょっと休ませてくれよ。また後で飛ぼうぜ。うっそ、限界あるんだ。これ3回までかな。それとも探索の時間が何分か経ったらもう1回できるようになるとかあるかも。わかんないけど、へえ、限界あるんだな。隊長があんなところでうなだれている。うなだれ隊長だな。もうあんなところにもあれがあるし、ジーニーの写真立てがあったんだね。なるほど。連続で記録を狙うわけにはいかないと。でもこれなかなか面白いな。あ、危ねえ。というかこれ、もしかしてパパさんの靴？汚ねえ。土足でこんなにも汚しやがって。でかい汚れだと、もらえるハッピーも多いんだな。よいしょ、OK。あとは、このリビングブリッジが三段棚のそばに設置って書いてあったんだけど、三段棚ってどれだ？これじゃないよな。これ三段じゃないもんな。こっちも違うし。ちょっと三段棚を探しに行かないといけない。カエルリングを取ったあそこかな？この辺？あ、これ三段棚だな。これのてっぺんかな？あ、よく見たらブリッジ生えてるわ。じゃああの辺まで行くか。久しぶりにちょっとこの辺を運びたいしね。まあその前に充電だね。どっちみち後で足りなくなるなら先にやっておかないと。充電完了。セーブはまだしないよ。今日の夜時間残りは、ママさんに会いに行くっていうのはちょっと手かなとは思ったけれど、とりあえずこのリビングブリッジの様子を見るというのを優先しよっかな。間違えたん。間違えたん。これ横には押せないからな。あとは手前の何かに引っかかってこれ以上上がらなくなるということがまあまああったので、なるべく手前から持ち上げるようにしようか。結構どこに引っかかるかわからないっていうのはあるからな。ミミミミミミミ。ちょっと足りなくない？高さが足りない気がする。どっかから登れる？三段棚のあの左側から登れたり。ちょっと届かないよな。テレビから行けるかな。やあ、ベチカズ君。君のところに行きたいのだが、ちょっと届かないよな、これ。降りられる？これ。ちゃんと降りられるよね。あー、でも結構降りるのに体力使うな。ぶっちゃけこれだったら、あれだな、プロペラで降りた方が早かったかもしれない。まあいいや。ちょっとテレビの上に乗ったらどうなるかを試そうか。この辺。完全にテレビの前に、はしごが邪魔してる状態だけど。さてと、よく考えたらこのテレビの上とか登ったことなかったな。ピッチョマンがずっと放映されてるけど、よく見たらだいぶ古いタイプのテレビだな。そして、こっからだと届かないな。あ？なんか電話あるけど。ほーん、こんな感じね。ここまで行くのに、
どう行けばいいんだ？あの紐がちょっと怪しいな。あの紐を使えば上に登れる？で、上に登ったらこれに行けるとか。ただそれだったら、なんかな、あのブリッジを使わないといけないものなんてあるのかっていう話になりそうだが。ここにブリッジが置いてあるということは、なんかこれが必要になるところがあるんじゃないかな。あのカエルリング以外になんか必要になるものがあるのか？わからんなぁ。それともこれ場所を変えればちゃんともう少し伸びるのかな？一旦降りろ。一旦降りる？こっちから行ったら何か見えたり。ないなぁ。めっちゃ壁にぴったり沿ってるな。電話さーん。なんか顔みたいだな、これ。さすがに話しかけたりはできないか。ギリギリだけど通れた。なんかこの電話をどうにかできたりはしないのかな？どこしよう。お、いいね。ほーん。いや、物は試しだ。もう一回これが伸ばせないか試してみよう。位置によってはちゃんと伸ばせるというのはあるかもしれないからね。諦めてはいけない。伸びろー。伸びー、ない。こういうところはどうかな。伸びろー、伸びなーい。マジで言ってるこれ。この辺でも伸びないんだよね、多分。ちょっと待ってね。ここから、あの三段目の棚の中に入ったら登れるかなと思ったけど、見た感じそんなのもなさそうだな。すなわち、この棚の中に入ったら上に登る手段があるのか否か。ないね。いろいろ入っているけど、動かせそうなものがそもそもないし。めっちゃ輝いてるし。ふむ。ただ正直、あれで、あの紐を伝って上に登って、梁の部分から渡れますよってことだったら、これいらなくない？だってあの梁の上からウィーンと降りてきてカエルリンクが取れるし、それ以外で取れそうなものがないんだよな。そうなるとあのブリッジは何のために存在するの？ということになってしまう。そもそもここに行くまでが結構大変だしな。気になるなぁ。普通に届かないのが、なんとも言い難い感じ。このアッパーくんがもうちょい高い位置から伸ばせたらいいんだけどな。あるいはもうちょっと高く伸ばせたらいいんだけど。そういうわけにはいかないっぽいからな。そもそもブリッジのところまでたどり着けないっていうな。完全に想定が、あ？あ、でもちょっと待ってこれ。もしかしてこれさ、ぴったりくっつけたら、ギリギリジャンプで登れる？その考え方を忘れていたか。なんか同じ高さにならないと無理かなという前提でいたけれど。意外とやれるんじゃ。お願い、時間よ間に合って。これだけを試しておきたい。あーまずい！あーまずい！あーまずいって！あー終わっちゃった！あー登れそうだな！これでいいのか？たまには部屋で二人っきりで。あー。なるほどね。これでよかったのか。オッケー。これでたどり着けそうだね。おはようございます。ジビロランキングは変わらず。次は、あと434か。結構遠いね。よし。じゃあ一旦クリックしておきましょう。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。